今日は水曜日ということで夜8時半から生放送をやります。リンクは動画説明欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。さて、連日統一教会が話題になっていますけれども、昨日元幹部が韓国で会見を開いたんですね。会見したのは元ナンバー2のカク・ジョンファン氏です。カク氏は旧統一教会に携わった人たちは今回の銃撃事件と無関係ではいられません、心よりお詫び申し上げますと謝罪しているんですよ。高額の献金についても正しい道から外れていると批判しています。家庭が壊れるほどの献金なんておかしな話ですからね。というか統一教会って今家庭連合を名乗っているわけでしょう。その割に家庭ぶっ壊しているし、なんなら教祖の文鮮明氏の家族も分裂していますからね。家庭とは一体、統一教会のルーツはご存知のように朝鮮半島です。なんですけど日本でかなりのこう献金を得ていたというか、テレ朝ニュースの記事を見ると元信者の話として次のようなものが出てきます。献金をめぐっては韓国でも破産するなど被害者が存在し、日本を含め世界中の信者から集めた金は本部に送金され運営に充てられているそうです。旧統一教会の元信者、韓国人が合同結婚式を受けるには14万円でいい、でも日本人が祝福を受けるときは140万円という大金を払わないといけない、反日的な教えがあるから。だから日本人は大金を払わされて当たり前、大金を払わされて感謝しろという言い方をよくしていた。元信者の女性はかつての植民地支配の贖罪などと称し、日本人には特に多額の献金を迫ると証言。これはひどい。安倍元総理の支持者の方、まあ、保守系の方っていうのは韓国に対する警戒感って強いと思うんですよ。だからやっぱりこの統一教会との関係性については疑問を持つ方が多いんじゃないでしょうか。ただ旧統一教会が自民党を操っていたかのような言説っていうのは飛躍しすぎですよ。数年前に流行った日本会議万能説の焼き直し的なね、そんな感じを受けます。自民党っていうのは、まあ、与党ですし、様々な団体と付き合っているわけですよ。統一教会もその一つですよ。しかしやっぱり統一教会との関係については、まあ、やっぱりルーツがね向こうっていうのもありますし、そしてこれまで起こしてきた問題の質の悪さを考えると、まあ、やっぱり関係性の見直しっていうのは必須ですね。ただ自民党としては切りにくいところもあるだろうなというのがあってですね、まあ、それは例えば、信者が秘書にいるとかさ、あと選挙において信者が熱心な活動をしてくれるとか、関連団体含めて統一教会との関係性についてはやっぱりもうちょっと早い段階で見直すべきでしたよね。霊感商法で問題起こしまくってきたわけですから、それでも票と、まあ、運動員が欲しかった自民党と権威づけが欲しかった統一教会の利害関係が一致したのか、お互い利用し合うっていうね。まあそれは創価学会も同じようなもんか。利用するという点で言えば自民党に限った話でもないんですよね。鳩山由紀夫もこの件についてツイートしていて、統一教会のイベントへの出席や祝電の事実はあると正直に答えています。自民党はさまざまな議員が関係性を指摘されていますし、まあ、ただ自民党に限った話ではなくて他の党でもあったと。複数の党にわたって、まあ、幅広くやっていたんでしょうね。まあ、統一教会って反共なので共産党には行っていないでしょうけど、これ本当複雑な問題なので、まあ、単純に解決っていうのは難しいと思うんですけども、まあ、時間をかけてでもしっかり見直していくべきでしょう。ということで続きは生放送でやりますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。